個性心理学認定講師柴田健二です。はい、ただいまですね、7月6日の時間は23時55分、三重県桑名市で、もう三重県はですね、三重県は講師としては初めてですかね。はい、桑名市の方で今日は午前は講座、午後はセッション、ね、させていただきました。もう今日はですね、個性心理学的に言うと焦燥という日でも、焦燥という日はですね、イライラしやすい日というふうなイメージ印象が強い中で、私にとってはとても楽しい日、とてもね面白い日というふうに思っているので、まあもう今日の話のバンバンなんか直感インスピレーションが働く、ですね、もうまあつまりこれ自己満足かもしれませんが、すんごい楽しく面白く笑いの中にいろんなネタ情報を踏まえながらお伝えできたんじゃないかなというふうに思います。まあそうですね、その後に本当にセッションを受けていただいた方々も、2年3年も前から私のブログを読んでくださって、すごく励まされ元気が出てというふうな方がいらっしゃったり、もう本当にねありがたいなとね。なかなか皆さんのそのアクションというのが、まあ、人間っての多くの場合、いいのかな、自分なんか声かけていいのかな、自分なんか言っていいのかなっていうのがね、いっぱいそんな方がねいらっしゃると思うんですけど、でもねやっぱり行動アクションを起こしてみる、そうするとねガラッとそこから、ね、実際ちょっともうね本当にもうね、なんだろうな、まあ実際ね今日もたくさん飲んで懇親会終わってからまだちょっと声がガラガラしたね感じでお話をしていますが、本当にありがたいなと、本当に嬉しいなと、もうね、感謝、もう感謝しかないなというふうに思います。まあ、この個性心理学は自分はですね、もう決めつけるものではない。皆さんの可能性を見つける。可能性を見つけて、どんどんそこにね、火をつけていく。どんどんポジティブにプラスになりたい自分になっていくための道具。で、決めつけて、ね、そうやって、なんだろうな、こうじゃなきゃダメなのかな、ああじゃなきゃダメなのかなというふうに、がんじがらめにするものではなくて、ね、そういうようなものだとして私は思っています。これが変な縛りになってはならない。変な縛りになっては、どんどん皆さんの可能性、個性というね、可能性を、どんどん使えない方向に向けてしまう。ね、そういうなのには、私絶対これを使いたくないし、ね、そういうようなことは伝えないし。まあでもね、私も決めつけるわけではない、そういうふうに思っていても皆さんどういうふうに伝わっているかわからないんですけどね。ただ私はそうやって皆さんにね、この個性心理がいろんな可能性、そのいろんな可能性を探った結果として、若干いやかなりね、マニアックな感じになる部分もあるんですが、でもそれはそれで一つの可能性としてね、もう最近本当その話をするとね、もうすんごく腑に落ちた、さっぱりした、本当にその、ね、感想をすごくいただく。明日と言いながら今ねこれ録音オンしながら23時58分もうこれをアップした時には、7月の7日七夕ですかね、七夕で初めての岐阜県に足を運ぶことになります、ね、明日も面白く楽しく皆さんにお伝えをさせていただきます。そこでいろんな可能性、いろんなね、情報を皆さんにどんどんお伝えして、アウトプットして皆さんの今後の何かのヒントね、支え、ね、どんどん前向きにポジティブに、ね、前向きにポジティブに進んでいくための一つの材料になればということで、明日もお話しさせていただきます。今回もご視聴じゃないですね。お聞きいただきましてありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。